大橋薫2月24日から1983年4月30日は日本の新聞記者、経済評論家。大倉省や都市銀行の頭取クラスに対して絶大な影響を持ち、アジア開発銀行の設立やガ保険の認可に関わり、金融界の黒幕、金融界のフィクサーと呼ばれた。栃木県下津賀郡、絹村出身。 1929年に、慶應義塾大学文学部史学科を卒業後、ジャパンタイムズに入社。1937年頃からは、同盟通信社に転じた。戦前には、日本経済連盟会による対外資本の導入を研究し、外務省の矢野聖基らと共に原案を総案した。その後戦時中は大東亜省に転じた。 戦後は電通での勤務や内外タイムスの社長などを経て、時は橋経済研究所という経済諮問機関を設立。大物経済評論家として、大倉省や福田武雄の意を組み、対外資本の導入などに関与した。最大の功績は、がん保険の日本への導入の橋渡しであり、アフラック生命保険の日本市場参入であり、アジア開発銀行の設立への関与である。 その他にも INA 生命保険株式会社の日本市場参入にも関与した。AB 小堀里市2017、ピアニッシモ七79、80。ありがとうございます。